品種の白鳥の動画。7秒あたりからアンナ・パブロは10秒からイベット・ショビレ、14秒からナタリア・マカロは品種の白鳥は、ミハイル・ホーキン振付によるバレエ作品である。ミハイル・ホーキンが、バレリーナ・アンナ・パブロワのために、カミリュ・ウサン・サーンスの組曲、動物の舎肉祭、第13曲、白鳥に振付を行ったもので、パブロワは、 その生涯でこの作品を約4000回演じている。湖に浮かぶ一羽の傷ついた白鳥が生きようとして必死にもがき、やがて生きたえるまでを描いた約4分間の商品で、1905年にロシアのサンクトペテルブルクで初演された。この作品は、ピョートルチャイコフスキー作曲の白鳥の湖におけるオデットの解釈に影響を与えたほか、 従来とは異なる解釈や様々な本案をも生み出してきた。マリンスキーバレーでバレリーナに昇格したばかりであったアンナ・パブロワが公演で見た白鳥の姿とテニスン教の詩、品種の白鳥に刺激を受けて、柄公演で披露するためのソロ演目として、ミハイル・ホーキンに振り付けを依頼したのがきっかけである。ホーキンはかつて自宅で友人のピアノに自身のマンドリンで演奏したことがあった。 サン・サーンスの白鳥を提案し、パブロワがこれを受け入れて制作が始まった。リハーサルが行われ、あっという間に完成した。ホーキンはダンスマガジン市1931年8月号に以下のように書いている。それはほとんど即興だった。私は彼女の前で踊り、彼女は私のすぐ後ろで、それに続いた。続いて彼女が踊り、 私は彼女について歩きながら、彼女の腕を曲げ、ポーズの細部を修正していった。この作品に以前に、私は素足を使いがちでつま先がちでの踊りを避けて、いるとして非難されていた。品種の白鳥は、こういった批判に対する回答であった。この作品は、新たなロシアのバレエのシンボルになった。これは、優れた技巧と表現力の結合であった。それはあたかも、 ダンスが、ただ目のみを満足させ、また満足させるべきというだけでなく、目から魂に突き通るものでなければならないということの証明のようであった。1934年に、フォーキンは、ダンス評論家、アーノルド・ハスケルに次のように語っている。それは商品であったが、当時としては革命的であり、古いものから新しいものへの移行を見事に体現していた。技法としては、 古いダンスと伝統的な衣装を用いており、極めて卓越した技巧が求められるが、目的とするところはその技術を誇示することではなく、生とすべての死すべきものの間の果てなき闘争のシンボルを描き出すことであった。それは全身の踊りであって、手足だけの踊りではない。目だけでなく、感情や想像力にも訴えるものである。アンナ・パブロワによる演技当初は、 白鳥というタイトルであったが、パブロワが、生の終わりを本作品における物語の山と解釈したことから、現在の名称となった。振り付けの大部分は上半身及び腕の動き、パ・ド・ブーレ・スイビと呼ばれる小刻みなステップで構成されている。フランスの評論家、アンドレ・レヴィンソンは次のように書いている。腕を折り曲げ、つま先で、彼女はゆっくりと夢うつつにステージを一周する。 手を滑るように動かし、現れたところから背景へと尻くことで、地平線へと飛び立とうと試み、続いてその魂で空との境界を探り出そうとする。緊張が徐々に和らぐと彼女は地に沈み、痛みのために腕をかすかに振る。そしてステージの端に向かって、足をハープの弦のように震わせながら不規則なステップで、よろめく。右足を地面に沿って素早く。 前方に滑らせ、左膝に倒れ込んだ姿は、地上の漆黒に苦しむ空の生物そのものである。そしてついに痛みに苛まれて彼女は死ぬのである。あんなパブロアは1922年に、日本でも、瀕死の白鳥を踊っているが、これを見た、芥川龍之介は、ロシア舞踊の印象で次のように称賛している。瀕死の白鳥は美しい。僕は、パブロアの腕や足に、 白鳥の首や翼を感じた。同時にまた、ミオやサザナミを感じた。さらに、僕自身は呆れたことには、耳に聞こえない声も感じた。パブロワもこうなれば見事である。他とヒデカダンスの匂いはあってもそれは目をつぶれぬことはない。僕はとにかく美しいものを見た。1907年12月22日に、パブロワによって、サンクトペテルブルクの貴族会議ホールでの柄公演で、 初演された。アメリカ初演は1910年3月18日にニューヨークのメトロポリタン歌劇場で行われた。アメリカのダンス評論家、写真家のカールバン・ベックテムは、注目に披露した芸術のうち最も耐えなるものと、表している。パブロワは、生涯においてこの作品を約4000回演じ、ハーグで死の床についた際にも、私の白鳥の衣装を用意してと叫んだと伝わる。 フォーキンの孫娘イザベルは、この作品はダンサーに、とてつもない技術的要求ではなく、死を免れようとする者が見せるすべての動き、すべてのジェスチャーが異なる意味を持つゆえに、とてつもない芸術的要求をするものであると述べている。イザベルは、現在演じられているものは、祖父が思い描いたものとは大きく異なり、白鳥の湖のバリアシオン、いわば、 禁止のオデットのように見えることが多いという。イザベルは、この作品はバレリーナが白鳥を演じるものではなく、白鳥は暗優であって、死を描いたものだと語っている。1925年に、パブロワが本作品を踊った様子が、無声映画に収められており、これに音楽が乗せられることもある。この作品は、白鳥の湖のオデットの解釈。 とりわけ最初の後半でのシーンに影響を与えた。発表後、すぐさま世界中で様々なバレリーナが踊るようになり、ホーキンは1925年に公式の振付集を出版することになった。これには、妻ベラ・ホーキナがポーズを取った写真36点が含まれていた。後に、キーフ・バレエで活躍したナタリア・アマ・カロアは次のように語っている。ホーキンのオリジナルの振付は、 パブロワのために振り付けたブーレを除いて、チリジリの断片になってしまった。それ以降、あらゆる演者は、自分の責任で、自分の好みで作品を演じた。ロシアでは、私は、ドゥジンスカヤ版を踊ったが、ステージを駆け巡る、あらゆる感傷的なものから、ある種の不快感を感じた。腕を振り回すことは、現代の目から見ればほとんど馬鹿げているように見える。 感情的なものを完全に捨て去り、死との戦い、あるいは死への幸福のイメージを伝えることが求められる。感情的な部分については、パブロワの映画の助けがあった。今日でも、彼女の白鳥は、ある種の芝居がかった細部は余分としても、様式に対する完璧な感覚、正規のある顔が印象的である。最終的には、この作品は、パブロワの代名詞とみなされるようになったが、 様々に改訂、本案された。1917年のロシア映画、品種の白鳥は、バレリーナを考察する芸術家を描いた作品であった。マイア・プリセツカヤは、この白鳥は、傷ではなく、老いと戦っているのだという解釈で新たな振り付けを行っている。近年では、トロカデロデ・デモンテカルロ・バレー団が振り付け中のすべての、急死を、 ことさらに強調したパロディ版を上演している。2000年には、ストリートアーティストのジュリス・ラニーガンが、フラフープ版を制作し、国際ストリートシアターフェスティバルや、サーカスなどで演じられている。フィギュアスケート選手の中には、バレエにインスピレーションを受けたスケート版の、品種の白鳥を演じる者も,もいる。1936年ガルミッシュ・パルテン・キルヘン、五輪道メダリストのマリー・ベルビンソンは、 金メダリストソニア・ヘニーのプロデビューについてニューヨーク・タイムズに以下のように表している。監修はすぐにサン・サーンスの品種の白鳥に対するソニアの解釈を受け入れる雰囲気になった。夜、氷に水の効果を与えるスポットライトでミス・ヘニーは青い光で縁取られてパブロワが不滅のものとしたダンスを行った。こういう気取った演出が表情で適切かどうかにかわらず、 ミス・ヘニーの演出が素敵なものであることは間違いない。出だしで、つま先立ちでの動きが多いのはスケートではないようにも思われるが、楽々と前後に滑る彼女は体から抜けてた魂のように自由にバレエでは決してできない動きをやってのけた。ニューヨークシティバレエ団のアシュリー・ブルーダーや、かつてアメリカンバレエシアターやボリショイバレエに在籍したニーナアナニアシビリなどのバレリーナが 白鳥の湖大二幕の最後で退場する、オデットの腕を、瀕死の白鳥の振り付けにして演じている。オグデン・ナッシュはその詩、カミー・ユサン・サーンスの、動物の舎肉祭にヤドリキスでパブロアに研究している。ザ・スワン・キャン・スイム・ホワイル・シッティング・ダウン。白鳥は羽を休めて泳ぐ。フォー・ピュア・カンシート・ヒー・テイクス・ザ・クラウン。前期誇りのため、冠を脱ぎ。H.E. ルックス・イン・ザ・ミラー。 オーバーオーバー、幾度となく、鏡を眺め、アンドクレイムス2ハブネバ n ー v e r h e a r が、パブロアの名を聞いたことなどないと言い張る。新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、バレエを含む、舞台芸術にも影響を及ぼしたが、バーミンガムロイヤルバレエ団の芸術監督、カルロス・アコスタは最後に、バレリーナが顔を上げるよう振り付けを改めた上で、 同団プリンシパルダンサーのセリーヌ・ギッテンスやオーケストラに在宅で演じさせた。アメリカンバレーシアターのプリンシパルダンサー、ミスティ・コープランドは他の31人のダンサーに声をかけ、白鳥を踊ることで所属するバレエ団の救援などに当てる資金を集める活動を行った。ありがとうございます。